咲いてるし、この時間でね、こんだけおるってことは、多分日中やったらもっとね、虹もおっとるんやろね。さあ、ということで、車まで戻ってきましたけどね、ここでですね、問題発覚でございます。あとね、浜島カントリークラブと、ね、どこだったっけ、もう一個ね、名所として載ってたところがありますけど、行けなくなりましたね。というのは、ガソリンがね、ちょっとやばい量になって、その残りに2つになってるんですけどね、忘れてましたね。この辺り、ガソリンスタンドがね、フルサービスのところしかないですね。セルフサービスの店がないんですよ。で、別にね、フルサービスでいいやないかってなるかもしれませんけどね。ニアリーイコール、営業時間が早く閉まっちゃうんですよね。とかっていうのは、まあ、やはりね、だいぶちょっとお値段がね、変わってきますんでね。セリフに入れるってなると、鳥羽の方まで戻らないといけないんで、鳥羽まで行かんとないな。この辺りはないんですよね。向かったの駅前のあたりどっかなかったかなと思ったんですけど、やっぱね、セルフのところはないんですね。うん、ということなんで、ちょっと残りのところはね、まあもう行ってもしゃあないでしょ。行ったらもう完全にこれでちょっとガス欠になって、無理っぽいんで、まあ、横山展望台でとりあえず終了にしましょう。行っとったらね、強固感とかも当然もう閉まっちゃう時間なんで無理なんで、よし、まあ、これでね、ひとまず終わりにして、本当よかったな。これちょっとまた来ましょう。今度はちょっとね、カフェで小休止もしながらね。でも本当若い子も多いし、全然ね、さびれた感ないんでいいですね。では早速ね、トバの方までとりあえず戻ってきましょうか。よし。なるほど。タクシーでね、複数人だったらタクシーで来るっていう手があるのか。対向車に注意しながら戻っていきましょう。まあ企画的にはとりあえず今回はこれでお開きになるのかな。でまた改めてね、年内に、多分12月の中旬ぐらいになると思いますけどね、まあ、今年のうちに、撮影は今年のうちにね、もう放送は多分年明けになると思いますけど、やっていきたいなと思いますという感じですね。まあ、とりあえず、家に帰るまでが収録ですからね、うちの場合は。このまま、引き続き収録をやっていこうと思います。3人がかりで、ここもビジターセンターがあって、結構、あ、ハイカーさんね、ちょっと邪魔な声とか、ちょっと軽くハイキングとか楽しむのにもいい拠点なんでしょうね。なるほど。歩いたときは結局違うか、反対側の方からぐるっと回ってるから、ここは単に車で走ったことがあるから知ってるだけか。うん、まあね、地元三重県なんでね、うん、比較的すんなりと来ますんでね。はっ、ここコンビニエンスとカラオケなの、どういう組み合わせ。あ、ここジョイフル、あ、ここっすか。浜寿司と、あ、まあそうかね、中野と、まあ、天正で固めてあるんですね。なるほどね。あ、で、ここはランプがあるの。へぇ、ここもらへんまで来たら、何かしらいろいろあるもんな。通り回りましたから、まあ、鳥羽の方からね、ぼちぼちと帰っていきましょう。あ、今のあれか。あ、こんなとこプラントできてんだ。おー、マジで。プラントも安いですからね。こんな感じでもう閉まっちゃうんですよね。ここもう営業を閉めちゃってるのかな。でも、楽天ポイントのマークが入っとったってことは、最近の話ですもんね。シェルが楽天ポイント入って導入したのって1年とかそれぐらいの話なんで、うん、あとは単純にもう営業時間が終了になってるのかな、うん、そう、もう言うて5時前ね、16時55分ですからね。さあ、
入るとあれかな、こっちの方が早いのは早いんだけど、給油所が全くないはずだからな、あそこの道。ちょっと今の残量では心もとない。もうすぐ多分メモリー下手すエッジになっちゃいますからね。電車が閉塞が開いてますね。ああ、踏切もなっている。ただ制限速度がゆっくりなんでなかなかやってこないですね。さあ鴨川を渡って、そうすると昔ながらのジャスコスね、まあイオンですけど、鳥羽のイオンが、見えてきました。ハローですね。こういう愛称がついてるのも昔のイオンジャスコって感じですよね。サンシティとかサンリバーとかありましたよね昔。営業時間もやってるはずなんで、小休止がてら中で買い物していきましょう。よし、まあ、牛トラである程度買ったんでね、そこまでがっつり買わんでもいいとは思いますけど。さあってことでね、今チェックしとったんですけど、その辺りにセルフの給油所あったはずなのになと思ったんですけどね、確認してみたら、なんと第2、第4日曜日が定休日ということで、ね、やられましたね。ということで、ハローでね、まあ、ちょっと弁当箱からパッと買ってきました。お惣菜なんか買いかなと思ったんですけどね、もうね、ちょっと、中に入ってるテナントの惣菜屋さんがね、ギリギリちょっと間に合わなかったもんで、結構ね、でもね、中のレストランとか個人地帯とか、地元のその、レストランって言ったりの、チェーン店ではないね、感じのところの、その、ところが、今も全部ね、残ってるんですね。よかったよかった。そのあたりがね、ちゃんと残ってね、営業しておるのがね、よかったな。そうするとね、なんか、ね、お店があってもね、もうテナントが空きテナントに内幕取ってね、残っとるのがね、四六時中とかだとね、なんかなっていう感じがありますけど、ね、いっぱい残ってたら、あ、これはよかったなと思いました。うん。セルフ給油。じゃあこの先にセルフ給油あるな。エネジェット、あ、ちょっと先にあるで、戻って、鳥羽東の方ね、市民体育館の方に行ったら、あるみたいなんで、そっちの方で、ちょっと入れていこうと思います。道戻った方がいいね。ちょっと雨当たってきました。やっぱちょっと天気ね、雲が多くなってきてましたからね。よし。快活クラブかどっか寄って。食べてもいいけどね。そう、伊勢志摩地方に来るとね、昔ながらのジャスコって感じのね、お店が今でも残ってますからね。四日市の方面はイオンはもちろん多いのは多いんですけど、だいぶもうイオンモードにね置き換わっていったところがあるんでね、一番古いね、まあ、火曜はね古いお店ですけど、リニューアル工事が入ったところなんで、全然おまけ系がスーパーの買い物カゴ、買い物カートがね、かなり古いのが残ってるんで、それぐらいかなっていう感じですもんね、感じられるのが。まあ食品売り場がイオンじゃねえっていう時点で、まあ、相当歴史感はあるんでしょうけど、イレギュラーですからね。あ、そう、イオンなんですけど、食品売り場にイオンが入ってるの、サンシが入ってるっていうね、特殊なパターン、昔はあったんですけどね。さあ、で、こういったら、もう、ありますね、平年で、たまに、飲んでいこう。よし。まあ、まあ、まあ。